クソミミズフェレータマハピンシスは普通に見られるミミズの一つ。悪臭があり、地上に分解を多く積み上げる。体長150ミリメートル、幅5ミリメートルほどの中型のミミズ。体節数は110から138ほど。背面は緑を帯び、特に後方で鮮明で、前の方は緑がかった灰色になっている。覆面は青白い灰色、艦体は土色から、 チョコレート色。セコウは、クシートゥエルブから始まる。優勢生殖口は、ザバイブ説の覆面の合毛線の上にあり、性的入頭状特起は、セベンティン説とザバイブ説、それに、ザバイブ説とジックス説の間の溝に、それぞれ1体が、優勢生殖口より内側に左右対称に位置する。これは、横長の卵円形のもので、優勢生殖口の隆起より大きい。 受精濃厚は、6、7、7、8、8、9に計算体ある。名前については、渡辺は、かわいそうな名前と言いつつ、直後に、それもあるいは当然と切り捨てており、理由としては、黒か四色の汚い漢字を挙げている。子供向けの書籍であるがみな、越津には本種を、匂いミミズの名で取り上げ、クソミミズを別名としている。日本では、 北海道から九州までと、それに沖縄からも知られる。ただし、アメリカのニューハンプシャー州などに1937年頃から侵入し、15年ほどでかなりの地域に広まったという。これは中国産の芝生について運び込まれたとも考えられている。草地や芝生、田畑周辺や道路の路肩など、ラッチや明るい場所を好む。地下にトンネルを作り、地表に、 噴海を積み上げる。これは他のミミズにも見られるものであるが、本種は日本産のミミズでは最もよく地表に噴海を排出するものである。噴海をよく作るのは4月から10月頃までで、この活動期間にはミミズはほぼ地下10センチメートル程度までの深さに集中している。寒くなるとより深く潜るようになり、雪の積もる時期には浅いものでは10センチメートルから、 深いところでは70センチメートルに潜っているものもいるという。非常に不活発なミミズで地上につまみ出しても跳ねたりくねり回ったりはせず、そのまま塊のように丸まってしまう。渡辺はそれを何とも表現のしようのないぐにゃぐにゃした塊と述べている。またこの時にきついミミズらしい悪臭を発する。産卵は秋で卵で越冬すると考えられるが、 一部に春に散乱するものがある可能性もあるという。陽性が孵化し始めるのが5月頃で秋に生態になる。生態は年を超えて春に散乱すると思われる。一部の個体はさらに年を超えて2年目まで生きると考えられている。本種の特徴は、体色が緑茶褐色であることと、取り出すと全身絡みつくようにして会場になる、習性がある点である。 ミミズは地面の土を耕し、豊かにすると言われる。本州の場合、地表に噴海を出すためにその成果が見て取れる。噴海は人間より少し小さい程度の丸っこい、噴流が積み重なったもので、時に高さ1センチメートルにも及ぶ。ある芝筆の測定では、最も多かったのは6月で、1平方メートルあたり、乾燥重量にして1キログラムを越したという。一年間、 実際には、噴火の出されるのは6ヶ月ほどであるが、その間の量は1平方メートルあたり2.3から6.1キログラム、平均で3.8キログラムで、これは1ヘクタールに換算すると38トンという数字になる。ちなみにこれだけの噴火が崩れて地表に広がった場合にはその厚みは3.1ミリメートル、つまりそれだけの表土を新たに作り出した計算になる。アメリカでは、 ゴルフ場の芝生で繁殖し、分解を地表に出すことから、ゴルフボールが汚れるとして、駆除の方法も考えられている。以下、記載は、主として、岡田ほか、P555 渡辺、P82 子市、P59 石塚、美子市、P80 渡辺、P83 から84渡辺、P82 から83渡辺、P83 渡辺、 P82 渡辺 P83 から85石塚こ市 P80 渡辺 P88 から91渡辺 P84 ありがとうございます。